さあやってまいりました第65回サスケハッピーバトルえー、今大会も24時間近く内で行われた大会になります今回はえー小降格戦となりますこれは第62回の方でもやりましたが、えー、勝ったら上がって負けたら下がるという階級が下がって上がってという そういいった戦いです。今回はそれを3回繰り返した後、最後に順位決定戦という大会方針になります。出場者は7人。なので、1人が、えー、少し、えーまあ、試合外の、えー、階級に落ちてしまうという、まあ、そういった厳しい、えー、試合になります。大会になっていくという。 第65回サステハッピーバトル大会になります今回もファーストステージオンリーでの大会ですさあ小降角戦今回はそれもちょっと短い、えー、小降角戦ですなのでどうなるかというところですが 勝っていきたいという挑戦者たち、今大会の優勝は誰になるのでしょうか。現在はサードステージの、えー、エリアの解説が進んでおります。まず前哨戦。この前哨戦で初期階級を決めます。1、2は一番上、3、4位は、まあ、真ん中。 こういう6位は下、そして7位は一番下の階級外に落とされてしまいます。さあ、ここもかなり重要な前哨戦であります。さあ、7人とが一斉に走り出しました。さあ、お互いまだ全員、わーっとただちょっとここで、量でしょうかね。量が落ちてしまいました。さあ、量が広いちょっと遅れを取る形になったが、さあ、ここで一気に差がつく。 さあ、今回抜け出したのは4頭。今回4頭が抜け出して、そしてウキネコがそれに続きます。さあ、この2人の争いになるか。さあ、3位、4位、5位、6位争いも、ここは見物になってきます。さあ、ここは引っかかりながらも、ああ、ッ頭最後のジャンプ失敗。これで一気に後続に差をつけられる形になるか。さあ、キネコが1位。さあ、ナメも2位に躍り出ております。 さあ、稲妻ケースで、そして、千代の冬かも、えー、続いておりますが、その後ろは、うどんが続いていきます。さあ、ちょっとナメ落ちてしまって、ここで入れ替わるか。さあ、ウキネコが1位なのは、ここで確定しました。さあ、しかし、ナメが取り返して、結局、ここもナ2位をんとか取りました。そして、稲妻ケースケがいって、うどんです。 さあチヌ絹ヌカは5位フィニッシュ。ヨットはさあ途中までは良かったんですが、最終的に6位フィニッシュとなってしまいました。そして、両の7位フィニッシュは、この時点で確定しています。さあ今大会も、またこ前哨戦、やはり入れ替わり、立ち替わりが非常に激しいゲームになっています。 両ここで、えー、フィニッシュ7位を正式に確定させましてリレーの順位はこのようになりましたさあこの順番で全哨、えー、戦の順番で小工角戦始まりますさあ果たして今大会はどういったバトルが繰り広げられるのか